どうもロッチンティビです。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。脳内椅子取りゲーム始めたら興奮しすぎて寝られねえ。いやマジで興奮しすぎて眠れない情報が来ております。今回の動画はアップデート動画やっていきたいと思います。アップデート情報かなり来ているので、それを見ていきたいと思います。でまずは、パカチューブ皆さん見ましたでしょうか。こちらのですね、成田ブライアンが、新ストーリー4章で来ます。でライブもめちゃくちゃかっこよかったっすね。衣装もかっこよかったし、これはもう一回何回でも見たいぐらいすごいクオリティのライブでした。皆さんもぜひ見てみてください。でまずはですね、メインストーリー第4章が来るということで、その主人公成田ブライアンということがね公開されました。いやストーリーもねライブもねめちゃくちゃかっこいいし、なんか衣装もかっこよかったな。いやすごかったです。ということで、このストーリーに関しては7月下旬に実装されるということでした。でストーリーをね実装されるとなると、 SSR のね入手できる機会があります。 SSR は2ピーシーズ成田ブライアン、こちらのカードになっております。で今回ねゲームのアップデート情報ということで、ここをちょっと深掘りしていきたいと思います。今回まず熱いポイントなんですが、この成田ブライアン配布というかね、そのストーリーニュースでスピードのサポートカードが来ました。ここは評価点ですね。で固有ボーナスとかスキルも出ているので、それも見ていきます。で固有ボーナスなんですけど、ここねスピードボーナスがあるので、この点は評価できます。この固有ボーナスだけ見るだけでも、今のところの基本テーブルは見えてないんですけども、少しわかることがあります。でこの固有ボーナスでいいのが、まあ、ボーナスがついてたり、あとヒント率アップとか得意率アップとかららへんはいいものとなっております。でちなみにこの初期スピードアップっていうのはついていると、まあ少し残念なことになります。一番ついてるのがいいのが友情トレーニングアップとかね、トレーニング効果アップってなってて、まあボーナス系でもまあまあいいので、こっちのねスピードボーナスについては結構期待できるものとはなっております。他の基礎効果とも合わせての話ではあるので、この時点ではねそのトレーニングがどんくらい強いかっていうのはまだ分かってないんですけども、まあまあボーナスがねダブルボーナスの可能性もありますし、期待できるところです。で次にスキルに行きたいと思います。初級スキルは右回り、外差し準備、中距離直線丸で長距離直線丸、後位追走、内弁慶、中距離コーナー丸、栄養補給、括弧先行です。で育成イベントでは一匹狼、そしてくじけぬ精神という金特殊能力が取れます。でまずは普通の所持スキルに見ていくと、右回り、そしてまあ先行か差しのスキル、そして中距離長距離のスキルを兼ね備えてるっていう感じですね。なんでここら辺に関しては、まあ右回りこれ取れるのもまあ熱いですし、まあ、あとは一匹狼ね、チャンピオンズミーティングで1人に持たせていくというところにも使えるかもしれません。であとは回復スキルが、先行のね青が2つあるので、まあ、先行で使っていくって感じになるかなとは思います。で今回、まあ、注目のところなんですけども、この金スキルですね、くじけぬ精神となっております。ちょっとズームできるかな。でこのくじけぬ精神なんですけど、これがまあちょっと考えどころかなと思います。でこの効果が読み上げますと、レース中盤に後ろの方にいると加速力が少し上がるというものになっております。なんでこれね、後ろで加速、そんで先行の金スキルなんで、ちょっとまあその客室とのマッチがないかなと思います。かなりズームできました。でこれ生放送のキャプチャーなんで、ちょっとね文字が潰れてたりするんですけど、まずこれの評価として、中盤に後ろの方、この後ろの方っていうのが先行で満たせるかっていうとこですね。なんでその発動の機会、発動率っていうのが少し気になるところではあります。で客室がね先行に限定されてるんで、先行に後ろにいるっていうとこは少しね考えものかなというところです。でもう一つあるのが、中盤に加速スキルっていうところなんですよね。中盤のスキルで加速っていうのは、まあなかなか活かしづらい場合もあるんですよね。なんで今回この成田ブライアンに関しては、金特殊能力については、まあ少し微妙なところもあるかもしれないというところです。
まあなんですけども、やっぱりねスピードのサポートカードっていうところで、まあスキルも右回りとかね、まあ直線系コーナー系とか、まあ内弁系もね強いスキルではあるので、まあ使えなくはないかなというところですね。であとはまあ練習性能とかなんですけど、まあ配布というかまあストーリー入手なんで、まあそこまでぶっ壊れではないっていうことはまあ間違いないとは思うんですが、まあ少しでも使える性能があれば、金は弱いけども練習で使えるっていう感じだったらいいなっていうふうに思います。はい、ということでまず一つ目です。そして次、明日のガチャのキャラクターが公開されました。いやこれはね普通にまずね結構強いんじゃないかなと思う。で明日の星さんキャラクターなんですけども、シューティングスタールビュー藤木関、こちらが実装されます。藤木関来ましたね。今回ガチャの予想、まあツインターボとかもあったと思うんですけども、藤木関も結構早めに来るんじゃないかなって私、まあ生放送動画でも言っておりました。で藤木関来ましたね。で今回このキャラクターは、まあ、かなり強く育てることができるキャラクターだと思います。でまず適性が芝 A、 マイル A、 先行 A となっております。で、まあ、逃げ C、 刺し C なんで、ここら辺の適性上げていってもいいですし、まあ、中距離短距離も、これは B なんでね、 A まで上げることはすぐ1段階でできるので、ここら辺の距離まで全然いけちゃいます。で注目ポイント、まず1つ目なんですけども、この成長率のパワー 20% ですね。これがめちゃくちゃ強い、強く育てるのめちゃくちゃできます。でこれなんですけど、まあ、スピード練習でスピードとパワー上げれて、まあ、次のねチャンピオンズミーティング、この後情報あるんですけども、マイルなので、そのマイルでこのパワーのボーナスがあるっていうのはめちゃくちゃアドバンテージです。でさらにねマイル育成の場合は賢さを伸ばしてもいきたいっていうのもあるので、この賢さ 10% も腐っていません。この点藤木関はまずステータスとしてめちゃくちゃ強く育てることができます。なんでまず評価として明日出てからもあるんですが、強いという評価に私の評価はなります。で、あとはですね、まあ、固有の方を見ていきましょう。キャラクターでは固有スキルがめちゃくちゃ大事なんですよ。なんでこの固有スキル見ていくと、今回この固有最終直線で前の方で少し抜け出ていると輝きを増し、速度がすごく上がるというものです。でこれもねマジで来たよって感じだよ。藤木関さすがだなっていうところで、まず注目ポイント、速度が少しすごく上がるというところです。なんでこれは、まあ、ルドルフとかオグリキャップとか、まあ、テイオーとかみたいな、まあ、1段階上の速度が上がる固有でございます。成田ブライアンとかですごく上がる来るかなと思ったんですけど、藤木関ですごく上がるが来ましたね。このすごく上がるというところが一つポイントなんで、今回藤木関、まあ、パワーも上げれるんでね、加速も自分のパワーでやっていくっていうと考えると、この固有めちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思います。であとはまあ発動条件前の方なんで、これがまあその何番の順位になるかっていうところが注目ポイントです。であとね発動タイミング最終直線なんで、次のチャンミね、まあ、マイルなんですけども、そこでラストスパート最終直線なんで、まあその加速が補えるかっていうところではあるんですが、まあこのね所持スキルの虹の固有っていうのは持続時間も長かったりするんで、これを生かす育成っていうのをねしていきたいかなと個人的には思っております。はい、いやまずねこれ成長率そして固有がすごくっていうところが本当ぶち込んできたなと思います。であとスキルなんですけども、高位追走、トリック前、魔剣気、ギアシフトで、金スキルが姉御肌、そしてレースプランナーとなっております。であと白でマイルコーダーがあるという感じですね。でかなりスキルはマイル、そして先行に、適したものとなっております。で、まずねこの金スキル姉御肌なんですけども、まあ、中盤というか、まあ、序盤中盤で追い抜きの時に発動するんで、どこでね発動するかは分かんないんですけども、結構早めに出ると思います。なんでこの早めの速度スキルがいるかどうかっていうところはあるんですが、まあ今回はこの固有とこのパワーを生かしていく育成っていうのがチャンピオンズミーティング向けにはいいと思います。でちなみにですねこちら、まあ、先行のスキルとか先行のね金回復があるので、普通にその中距離とかで使っても強いウマ娘になると思います。特にレースプランナーはこの中盤回復で有効回復になる、無駄にならない回復なので、このレースプランナー持ちっていうのは距離が長いほど強化されるものとなります。マイルだと、まあ、スタミナちょっと抑えてもいいかなっていうところではあるんですが、まあ、スキルのね発動に頼らないでマイルだと、まあ、スタミナ自体を持って
対応するっていうのもありです。スタミナ足りない場合はレースプランナーで補うことができるっていう考え方になると思います。であとはね、実際この富士奇跡をチャンピオンズミーティングで使うっていう、まあ今後の動画であげてもいいことなんですけども、その場合私だったらまあ差しにするとかね、そういう考えもあるかなと思います。であとはまあ逃げにもできたりもするんですが、この差し運用で例えばまあ先行のスキルばっかりなんだけど取らないで合格富士奇跡とかね、そういう育成が考えられるんで、まあこれはですね、また実装されて実際に作ったりしても解説していきたいと思うんで、そちらの動画もご期待ください。いや、喋ることがめっちゃある。そして明日のガチャこちらとなっております。SSR 爽快ウィニングショット、メジロライアン、滑舌が死んできた、メジロライアンが来ます。で今回このガチャサポートの方はどうかなっていう感じもあるかもしれませんね。一応根性デッキ自体がまず、まあ廃課金向けというかね、結構課金者で根性突してる人じゃないとね、なかなか強い娘が作れなかったりもするかもしれません。なんで根性っていうところが一向ですね。でまあ強いところはパワーボーナスとスキルポイントボーナスがあって、もうこの時点でダブルボーナスというか、これワンチャンやばいのがトリプルボーナスがあるんじゃないかな。もしかするとね、まだ基本のところが分かんないんですけど、初のトリプルボーナスが来るかもしれないということです。初かな、初じゃないかもしれない、スペちゃんとか、まあちょっと分かんないですけど、これボーナスが2種類載ってるんで、なんか根性の中ではやばいカードになるかも。特にね、根性ボーナスじゃないってとこがいいです。で所持スキルが道割る、雨の日、テンポアップ、中距離直線、育成イベントがペースキープ先行のコツで、金スキルは勝利への執念になっております。でこのカードの評価多分まあ明日もするんですけども、普通になんか練習性能が高いです、あと道割る取れますっていう評価になると思います。というのもこのね、勝利への執念、これがまあ言わずと知れたこのね金特殊能力なんで、ちょっと金特殊能力的にちょっと残念かなみたいな感じにまたなるかもしれません。一応効果としては最終コーナーで追い抜かれると差し返しやすくなる、かっこ中距離っていうもので、追い抜かれるとっていう条件を満たすっていうのがなかなか難しいと思います。最終コーナーで追い抜かれるシチュエーションだったら、結構そのまず自分が前に行けてないみたいな感じで負けちゃうんじゃねっていうので、あんまり取られないスキルになっております。なんでまあ金スキルが残念っていうのがあるんですけど、なんかその分練習とかが強くて、なんか廃課金向けのその根性デッキ練習めちゃくちゃ強いカードみたいになるのかなと予想しております。はい、そして SR の方のガチャのカードも公開されております。 SR その心に吹きすさべ、メジロアルダンとなっております。今回ね、 SR がメインになるかもしれない、こっちは普通にめっちゃ使いどころあるんじゃねと思ってます。で今回、メジロアルダンはまず絵がいいです。絵がまず派遣だよな絵が派遣ですっていうね、そんな解説あるかって感じなんだけど、ついにメジロアルダン実装されましたね。メジロ系、来ました。そして、賢さのカードとなっております。なんかマジで絵がいいな、すごいなこの横から。で、賢さなんですけど、今回ねこれ注目ポイントなんだけど、この左回り、これ取れんのマジで熱い。今までだと左回り取るのは主要なカードというとサイレンスズカとかだったんですよ。でスピードの枠を1個消費してサイレンスズカで、左回り取るんですけど、サイレンスズカは少し練習性能が低いのでちょっと採用しづらいかなっていうところがありました。なんですけど今回メジロアルダンで左回りを取れるということになってくると、スピードの枠を割かないで賢さの枠からこの左回り狙うことができます。なんでこの左回りがある時点でこのメジロアルダンがね、まあアドバンテージあるかなと私個人的には思っております。であとはねためらいとかも腐ってませんし、先行コツで、あとはまあ中距離先行であれば、まあこのね回復スキルも兼ねていたり、であとコーナースキルっていうのもまあ弱くないものなんで、普通にスキルがめちゃくちゃいいという印象があります。であとはこのね固有ボーナスなんですけど、やる気効果アップ、これはね強いですね。これは普通に練習の性能を上げてくれるので、やる気ボーナスっていうのはまあそのままの数値が上がるんじゃなくて、やる気の 1.2 倍かけるやる気効果アップってなるんで、まあそういうところはあるんですが、ここにやる気アップがついてるっていうことはまたねトレーニング効果いいかも。であとはまあトレーニング効果アップが素の効果であったら、マジでねこのメジロアルダンはめちゃくちゃ使えるって言います。そこは明日明らかになることなんですけども、この固有はねヒントとやる気はマジで死んでない。そして左回りが取れるのが熱すぎて、こっちの SR の方がメインになるかもしれないなというふうに思っております。
いやマジで期待してる。特に賢さのカードで、まあ左回り取れるのは熱いし、まあこれが練習もね強かったらやべえなっていう動画を多分出すと思います。めっちゃ行き過ぎた。はい、そしてアップデート情報、次が特別遺跡というものが実装されます。ここはちょっと実装されたらねすぐ分かることなんでさらっと行きたいんですが、このねあと何回あと何日っていう条件が出て、この条件に合う、馬娘を募集されているので、そこに送り出すことによって報酬がもらえるシステムらしいです。で、こうやっていくと、サポートポイント、マニー、馬娘のピースなどがもらえるようです。特別遺跡、こういう風に今までサポートポイントだけだったんですけども、送り込むみたいな感じするとマニーと馬娘のピースももらえます。これは結構熱いっすよね。特にまあマニーが熱いかな。で、このね殿堂入り馬娘、他のチームに送り出してお礼の品をゲットしようという感じで、まあミッションみたいな感じになるのかな。なんでまあこれね、この条件に合った馬娘をこういう風にスピードがいいやつとかで育成して送り出すという形になります。いやこれはなんかこれ期待度がね高いとピースとかもらえたりするんで、普通にそのマニーピースがプラスになるという風に考えるといいイベントだと思います。でこれも明日から始まります。なんで始まったら実際ねどんな感じか見ていくっていう風にはなると思います。いやこれはまた新しいイベントが来ましたね。ちょっと見えちゃった。でこれですね、これが一番これが一番みんな待ってたと思う来ました、チャンピオンズミーティング、キャンサー杯、条件が発表されました。これもっと早く発表してもよかったと思うんですけども、キャンサー杯の条件はまずは東京の、芝 1600m マイル、左回り夏晴れやや重となっていて、安田記念条件ですね、東京マイル左回り、こちら来ました。まあ大方の予想通り安田記念だったんで、そのマイル育成を今までねちょっとちょいちょいずつやってた方にとっては、やっぱ安田記念なんだってなって、まあ当たったみたいな感じだと思います。でこのねキャンサー杯の攻略については、 B ランク以下のオープンリーグの攻略もグレードリーグの攻略も今後動画上げていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。で、開催時期が7月下旬ですね、まあ、中旬にやっちゃうと本当時間がないんで下旬っていう風になったんで、まあ、準備期間もできましたし、あとはもう本当にこれ確定の発表をしてくれたおかげでやっとね条件確定で育成することができます。でなんでここら辺で分かったのは、まあ季節がね夏となっております。夏馬娘を取っていってもいいですし、でまあ晴れなんで、その晴れ丸を取っていいんですけど、注目ポイントここですね、馬場状況がやや重となっております。なんでこれに関しては両馬場では対応できません。逆にこれは道割る丸を取る必要があるんで、ここが注目ポイントです。一応今回の条件でやや重道割るっていうことが分かったんで、まあ、道割るを取れるカードにも注目していくことにもなるかもしれません。まあ地固め発動のためにねミドルスキル取るっていうのがあるんで、ここはね両馬場今まででちょっと作ってた方は両馬場じゃねえのかってなるかもしれないんですけども、まあ条件が確定したんでね、こっからね育成皆さん頑張っていきましょう。これが一番発表してほしかったよね。もっと早く言ってもらってもよかった。こんだけ情報あるならな、ちゃんみだけ前に言ってほしかったっていうのもあるわ。はい、ということでめちゃくちゃまだまだ情報があります。次に限定ミッション、トレセン学園特別名トレーナーの道、こちらも明日の12時から始まります。これは追加ミッションっていう感じですね。これの熱いところがあるんですけど、これです、星3確定メイクデビューチケット、こちらがもらえます。いやこれもありがたいね、星3確定、もらえるんで、まあ、馬娘の種類っていうのはあるかもしれないんですけども、これでまたね新しい馬娘、特にね星3まだまだ持ってないっていう方は入手することを確定でできるんで、これ皆さん頑張っていきましょう。これ本当に熱い。なんかこれに関しては実は俺はなんかその1000万ダウンロードとか何万ダウンロードで星さんチケットくんのかなと思ったんですけど、ミッションで配ってくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。これで星さんの馬娘を入手して、皆さんも馬娘楽しんでやっていきましょう。さあそして次が、新育成シナリオの情報がちら出しされました。今回出た情報はこちらのコンセプトアートと、あとタイトルですね、青春杯輝けチームの絆ということで、まあ、ここまでの情報しか出てないんですけども、鋭意開発中ということで、まあ情報ね出してくれてありがたいところではあります。でさらにこのねコンセプトアートなんですけども、ここに分かんない馬娘がいますよね。
これは、公式サイトの馬娘一覧にも載っていないと思います多分。でなんでこれが誰なのかみたいな感じになるんですけども、まあ、私の思うところでは、まあ、ハッピーメイクマークのオリジナル馬娘なんですかね、まあ、それか他にあるのかもしれないんですが、ここの新しい馬娘についてもめちゃくちゃ気になるところです、まあ、これまたね新しく情報を待ちたいところではありますし、開発運営さん頑張ってください。これもね情報が来ております。はい、であと最後なんですけども、ブルーレイ特典シリアルコード、こちらの情報も出ております。次のね馬箱2でもらえるのがツインターボのサポートカードとなっております。育成馬娘じゃなくてサポートカードがねツインターボということが確定で、情報が出ております。これもな可愛いな、ターボ師匠可愛いな。でこれカードがね根性なんで、まあ多分またねこの馬箱のやつはそこまで性能は高くないと思うんですけども、まあこれ本当絵のコンプリート枠として私もね馬箱をね買っておりますので、ちょっとツインターボのこの表情が可愛いなというところがね、好きでございます。ということで、ここまでの情報、今回はアップデート情報としてお伝えいたします。いやとりあえずキャンサーハイが出てよかったよ。下旬な、ちょっとこっから育成俺も頑張っていこうと思います。で注目ポイントややおもねここね注意して、であとはそうだな、これが左回りなんで今回、まあ明日のガチャ SR はちょっと注目かなと思っております。であとはおさらいすると、富士奇跡はね、まあ、加速ではないんですがすごく上がるですし、パワーにボーナスがあるというところで、まあ結構強いという評価になると思うんで、まあ明日ねガチャが出たらその評価また再度していきたいと思うので、明日の動画も見てみてください。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃ大量のアップデートが来たからさ動画長くなっちゃったけど、いや上回ってね、これはね熱い発表をしてくれた、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。